はい、皆さんこんにちは、カゼンダです。こんにちは、トクです。本日ですね、4年に一度の日本代表の試合があるということで、我々の方でウィニングイレブンでやっていきたいと思います。期待するところはやっぱり、調整とか調整試合、強化試合見ていてもやっぱり乾、そこはやっぱ一番今期待したいですね。カットインからのゴールですか。はい、もうすでにいろんな国でもうワールドカップ初戦始まってますけど、まあ、やっぱ調子いい選手が、調子いいチームが勝つのかなっていう、乾のこの好調の波を披露してもらえたら日本チャンスあるかなと思いますね。なるほど。ちなみに先発メンバーはこんな感じでいきたいと思います。まあ、予想されてる感じかな、これが。はい、ね、コロンビアに関してはちょっとハメスが出ないとかいろんな噂ありますけども、こんな感じでいきたいと思います。まあ、ファルカーもサブですけどね、これね。そうですね、ただハメスには出てほしいですよね、やっぱり世界がプレーを見たがる名プレイヤーですからね。さあ、勝つよ。まあ、勝つっていうか、ちゃんと勝ち点取りたいな。そうなんですよ、まず勝ち点1を、もう1点取ったらもう全部引こうぜ。あ、いいですね。ちなみに相手のレベルはスーパースターです。レジェンドでもやったんですけど、ボロ負けでした。いや、いいね、いいね。いや、実際今日選手入場のタイミングからもうなんか、多分私も鳥肌立ってこう国歌一緒に歌いたいですね。今から行けばいいじゃん、ロシア。間に合わないですもう間に合わないもう無理かもうきついな。みんな似てるね、すごいね。いや、本当にちょっと緊張、もう緊張しますもん、僕も。やっぱ一サッカープレイヤーとして、一サッカーファンとして、一サッカー人として、ここは頑張っていただきたいですね。年に一度ですからね。はい、さあ、青が私、赤が徳でございます。日本のキックオフでスタート。まずはやっぱり守備ベース、日本対コロンビア、だから最初の10分15分いけるとこは行きたいですね。もし今日勝てば、点が取れればなお、強豪相手に大きな一勝になりますからね。まあ言ってしまえばこっちはそれを期待してるわけですからね。ぜひ何かやってほしいですよね。おお、仕掛けたね。ナイディ、ナイディ、社会からのパスは通りませんでした。今のとこ結構危ないよね。ファール取れたの。あー、足の裏ファールか。いや、でも前も本当に調子いいですからね。そうなんだ。調子いいっていうか、スタメンずっと勝ち続けてますからね。一回怪我外れたりしても、しっかりスタメン取り返しますし、こういうプレーが大事。さあ、日本の時間つなぐよ。おお、ナイボーン。やっぱうまいな。右サイド上がる。どこだっす。右サイド上がっていく。早いな。うわ、まだいか。すげえ速くなかった、坂井選手は。周りがついていけないですもん。うわー、ちょっと、うわ、必死のクリアですね。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。おお、来ましたよ。こんな危ない1回のシーン。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。でも今よく守ってましたよ。日本、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。オッケー、どうやってる、どうやってる、どうやってる。ちなみに一言、ね、俺も左手痛い、左の親指。はや、ちょっと検証、検証になってきた。さあ、スキー、これは繋がりませんでした。こういうところの切り替えで隙をちょっと見出したいですね。うん、ドアドラ、簡単に相手ボールになる。細かく当たる、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 当たる。ナイスキー。スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありましたね。そうそうそう、これいいですね。柴崎、当てる。素早いパスで攻め上がっていきます。いやースルーパスを出す、裏へ抜けた、どうだ、シュート。今のところ川島 MVP コース。よく止めましたね。よくないですよね。日本。ちょ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 。こんなチームが相手の時は一回打つこそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるで
しょうね。柴崎前半16分です。弱い時間帯、両チームともにまだゴールは生まれていません。さあ逆サイド。ちょっとある意味日本らしい。オッケー、ナイス。ああこういうのよ。ちょ裏回ってくんない？裏回ってよ。柴崎から香川、サイドを使います。出すよ。さあ繋がるか。原口へ。出ない。出ない。後ろ。オッケー。ナイスバッキー。どこを使う？オッケーオッケー。牧野、柴崎。でその浮かしてんのってわざとわざでしょ。柴崎、酒井へ。早いよ。ああごめん。でゲーム本番であそこで浮かすのは絶対なしだと思うんですよ。うん、でもゲームだとゲームあるよね。あれ確実なんですよ。よりとおりです。アセベ。うまいな。ナイボ。ここだ。来た。いや全然来てない。全然来てない。うわ、プロアウェイが遅かった。シンジの。いやデュエルして。カルロス・サンチェス。組み立てながら攻め上がっていく。アウト。遠いボールでしょ。よし。ナイス。サンキュー。どこ？センターワーク。うん、キーパーにバックパス。無理。ヘディングでちょっとそらすわ。いや、オウンゴールだよ、絶対。ゲームだから。ここで一回時間を作る。冷静に。柴崎、どう組み立てる？香川。どこだ。いやーごめん時間かかした。長谷部、長友へ。ただ言うよ。あ俺だった。ずっと待ってましたよ。俺だった。俺だってさ、俺が出してんだから特にパス出してると思ってたらさ、俺だった。酒井へ。来た。サイドのスペースへ走らせる。原口へ。おいいですね。ちょっとさ、ゲームあるあるっすよ。もう特にパス成功率 89% だぞ俺ら。ヒロッキーよ。いやーロングフィードで狙う。囲ってそこ。ああ悪くない。あそこで取れたらもうビッグチャンスだ。パスで繋いで攻め込んでいきます。コロンビア、キーパー長友、組み立て直します。えぐいなキーパーのパス。日本が最終ラインまでボールを下げる。ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。うわー今の一番ダメなやつだ。アーチのようなパス。多分これやばいぞ。これ結構危ないぞ。上がるシュート。いや今だってヒロキコロンビア。いやでも取られ方が悪かったな今な。コロンビアここで先制。でもやっぱりこのレベルだとやっぱり一個のミスでやられるな。いやー見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。近く似てるし。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。でもヒロキのマークすごい緩くなかったですか。こう一回離れちゃったね。いや一回離れちゃったけどハミスも前行って一回止まってるから駆け引きで負けた。あーつきづらい。まあ、かっこいいゴール決めなくていいじゃん。まあ、ただ前半まだ時間ありますから。よしこれ取り返したら全然一本ちょっと形作っていきたいね。シュートまでね。ただここで出せないとなるとちょっときついんだよな。なるほど。サイドのスペースを使います。ここもう一個遊びたいですよね。いや、いいね。でもよかったよ。片鱗見せたよ。打っていいよ。柔らかいボール。
くぅー、もう時間ないぞ。ちょん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 、どこどこどこ、長友あげる、中に揃っている、ボールが上がる、シュートいや信じないっしょ、信じないっしょ、いやシュートまで行けたのが良かったよ。結果前半1対0、切り替えね、言うよ。さ前半が結構アーリークロス上げてると思うんですけど、こっちがこっちが、うん、そこでも合わないですよね。合わないね。どうしたらいいの、ね、低いボール、低いボールもしくは、うん、もう1個2個、うん、外で遊んで、それでは引き続きで遊ぶ余裕ないんだけど、ないですよね。技術的にきついですもんね。きついきつい。日本としてはまだ時間がありますからね。もう一回引きましょうか、うん、じっくりと試合を進めていくというのもスペースで出す。嘘、あそこ、VR、 ここで PK、 いやーやってしまいましたね。いやもう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 、キックは耐えてしまいました。いやこれはないよ、これ PK 取りにくいよ。どうし、打ってるし。いやでもね、相手にとっては辛い状況ですよ。うわぁ、コロンビア、いや一瞬止めたと思いました。一瞬ここは確実に決めてきました。しっかり落ち着いて決めましたね。ユキアメス・ロドリゲス、今日2点目。いやこれまあでも頑張ろう、まずさらに1点を追加し2対0としています。コロンビアとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。2点リードは精神的に大きいですからね。ゲームの主導イヌイ、おおクワドラードから一気に前へ、打つよ、おーよー、半端ねえよ、まさこ、まさこ選手だからな。ここでもやっぱり一個前に出ちゃうと思う、寄せられちゃうね、無理だね。ここでここでここでセットプレークリア、うわーマジか、なんとか出します。無理ね、ちょっと待って、ディフェンス危ない、狙いましたね、危ない、今柔らかいパス、いいよ出なくていい、出なくていいお出たろ、得出てないっす、出てないっす、そうっすなんでスライしてんの。アセベ大きく縦へ、どこ、やばい出ない、ほら出なかった、と呼んでいた長友、乾、柴崎、いやルーズボール、足元、原口、いや、まるまるまる、コロンビアがこの時間帯中央の守備をがっちり固めているという印象です。これきついな、いやマッキー我慢だよ。オッケーオッケー、サンキュー大好き、これよく止めましたね、どよ、いいセーブですよね、よく止めましたね、これいいよ。今のは何とかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。いや、すごい、ちょっと、気持ち上がりましたよね、もう一個奥裏抜けしてた、いや、俺サイドバック普通に当ててよかったダメだよ、まや、まや大丈夫か、元気もない、ここで丁寧にコントロール、こんだけ遅らせればいいんですよ、オッケー、ちょっと伸びてしまいました。長谷部、先ほどからかなりプレッシャーをかけられていますね。まあ、中盤のそこで起点になってますからねの位置はパス回して一番ボールが逆さもありますよ、ちょっとそこにしっかりマークをついて、いや大丈夫ないです、ね、さあ長き長き長きゴー、ハコハコ大サーコンかわしてよ、いやちょこれは奪い返します、打っていったー、いやーしいやでも悪くなかったよ、今長友よくかわしてきましたね、いや結構えぐったからねやっぱり早く上げないであそこまでえぐるってこと結構大事だから、そうっすね、うん、日本は2本目のコーナーキック、ショートいきますか、コロンビアはこれまで1本、うん、ショートいきましたねはい、ちょん
強ナイス判断選手変えるか1枚ぐらい変えよう誰よ、まあ、正直サク頑張ってるんですよサク頑張ってるな元気元気か元気のとこだったら誰武藤武藤とかやりたいですよね今調子いいですね岡ちゃん武藤だったら岡ちゃんかあ武藤か武藤オッケー予知で行こう予知で日本はベンチに動きがあります体も強くなりましたからね、ドイツってさあ、いきなりもう行っちゃっていいよ、行っちゃっていいよもうクロスしか待ってない、クロスしか待ってない中央へいいよちょっと浅いか無理すんなって今ボールが繋がるうーわチャンスになりますスルーパスを出すチャンスを演出できるかシュートいや、さ、今、酒井宏樹でいろんな駆け引きしてたのは分かるんですけど結局、何を言うんですかそうここで得意のカウンターがまさに炸裂しましたフィニッシュまでの形この次だな、ね、いや、綺麗なカウンターでしたよねこうだろ相手分かっていたとしてもいや、いいですよ、これはタイミングでただ、なんか面白いな、なんか急に見事な感じでしたねここ簡単に突っ込むと簡単にかわされますからね、うん、出ない、出ない、出ないいや、俺さ俺の中で、ね、右足切ってたのよはいで、最後取り切ろうと思って、もう遅れちゃってさ圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりましたそれが世界レベルかもしれないですねさあ、チェンジさあ、ここからの展開ボールを下げてリズムを作るかしょうがないですね乾引っ張る、一回幅取るおう長谷部から乾さっきだいぶスライドしてるちょんあーそっちかダメダメダメだよオッケー長友さんいけチャレンジはしません外強引にチャレンジ乾左上がっていきますサカイエサイドを使うこの位置で受ける。弾かれてしまいましたが、コーナーキックへと続きます。誰かあるよ。すごいね。誰かあるようで、ホンダっていう言葉は絶対出ないっていうね。入れてみます。いやー。チームの雰囲気変わるかもしれないです。変わる？どこ？トップ下？いや、ガクンとかですね。え？ここ入れる？はい。こんな感じ？はい。チームの雰囲気がね。伸びしろ感じてる？伸びしろですね。日本今日3本目のコーナーです。本題いけ。ホンディー。いやー。ホンディーだホンディー。よしよしよし。オンゴールオンゴール。サンチェス。どうしたんですかね。ホンダ触ろうとしたよでも。北澤さん今のボール。ホンディー。残念なプレーになってしまいましたね。いいよ、絡んでる、絡んでる絡んでる、絡んでるさあ、日本思わぬ形で1点が入りましたこれはチャンスじゃないですかねさっき、本当何が起こるか分かんないですけどまだリードしているとはいえこのボールでから2点って結構なこと起きないと思う俺が行きます、俺が行きますうまくついて、はい、1に点差を縮めておきたいところですねキバ取れるよ、お前なんでこうやって見るんだよいいシュートでした、コロンビア決まってればもうゲームは決まってますよね、これね岡田監督、うん入れるとこないもしかしてもうないっすね誰か一枚変えよう長谷部変えようじゃんキャプテンダメいいっすよ大島はい大島とホンディのダブルボランチかうんキャプテン誰これだったらもうホンダに任せてあげようよし攻撃的に行こう
くるよ。うわ、たっけ。これで点差は3点です。また4対1のこの4年前と同じ過ちを。寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。ボディバランスですよね。そうですね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、はい、これがゴールを生み出しましたよね。さあコロンビア3点のリードでリスタート。出ない。ムリエル、アメス・ロドリゲス、ミドル。オッケー。ラムといいよ。サンキュー。あそ、あーす。裏を狙っていきます。収まったフリーだ。川島のセーブ。やっぱり失点しちゃきついな。攻めなきゃになるもんな。そうするとこういうの増えちゃうよね。増えちゃうよね。だってあれ 1-0 だったらあんなパス出してないじゃん。うん、そうですね。勝ってたらね、こっちが行こう行こうってなっちゃう。なっちゃう。行こう行こうっていうその、うん、攻撃の姿勢が出ちゃうんですよね。もっとゆっくりでシンプルで後ろで作ればいいのに 0-0 ならば、勝ってるならば、うん、カルロスバッカ、カルロスバッカ今どこにいるの？マイミラーみたいな。サポーター見えないか。いないな。日本媒介します。縦へのボール。ちなみにゆるく狙ったボール、まだホンダボール触ってないぞ。インターセプト。いやでももう点取ってるんだよ。仕事はしたようなもん。ホンダにくれないんだもんな。よし、手元の時計を切っている状況。当てる、一回当てる。大阪へと、これは繋がりません。サンキューです。この位置でボールを受けます。これはオフサイドを取られます。飛び出しがちょっと早かったようです。長友。雰囲気ありましたね。ギリギリですね。はい。ちょっと残ってましたかね。オフサイドになるってことはやっぱタイミング合ってないんだよな。もうちょい早めで欲しかったね。オッケー。もう次に1点取ったらもう勝ちだよ俺は。そういうルールなんだ。すげえ引っ張られてた今。仕掛けるタイミングを測る。打っていいよ。ホンディで。ねえ。ああ。いやーちょっと。まあ我々がねうまくプレイできてないっていうのもありますけども、難しい。試合になることは間違いないね。試合を振り返っていかがでしょう。今大会、うん、ちょっともう全然関係ない話になっちゃうんですけど、今大会がやっぱりセットプレーからの得点失点がすごい多いと思うんですよね。そうね。でこの試合もやっぱ日本はセットプレーから、まあ、4失点目もセットプレーから、うん、取ったのもセットプレーからだったかな、はい、PK もありましたもんね、うん、今回本当にそのセットプレー絡みの失点と得点多いんで、そこまずしっかりやってほしいですね。ハードワークするのももちろんですし、まさかの惨敗で、ここ最近日本とセットプレーからの失点多いですし、うん、ワールドカップもなんかセットプレーからの失点多いですし、要所要所はなんかしょうがないですよ、こういうのとかは、うん、なんかあれですね、ブラジルのロナウドにヘディングで決められたやつに似てますね。吉川さんキーパーの時だね。はい、こんな感じで決められましたね、ヘディングで。まあでもこれが全てでしたね、うん、そうだな。2点目止めたと思ったんですけどね。まあでもちょっと日本頑張ってもらおうよ。そうですね。誰に期待したいですか。まあ誰にっていうよりも、まあ全員頑張んなきゃいけないことは確かだし、みんなに期待してるんだけど、なんかやっぱり国民中が見るじゃん。はい、だからなんかそういうものを背負って頑張ってもらいたい、ね、みんなに。そうですね、うん、このシーンとか良かったけどね。で、なんだろう、相手よりもハードワークするっていうのが大事だと思う、うん、当然相手も硬くなってるだろうから、相手よりもしっかりハードワークして。要所要所いいシーンありましたからね、うん、この試合の話なんですけど、うん、
速攻とかですよね、やっぱり点取るとしたら。いや引き分けてほしいな、マジここもうとにかく勝ち点いいよ、このシーンこのシーンはいいよスライディングして当たらないっていうのが一番恥ずかしいからでも俺のが2得点ですね、最後に。いやでもホンディがね、やっぱ後ろから、うん、だからまたカルロス・サンズ、はい、ということで、まあ日本代表の初戦ですか、頑張って応援しましょう。はい、はい、ではその時また動画でお会いいたしましょう。バイ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 、頑張れ日本。